ウィリアム・キースは、スコットランド生まれのアメリカ合衆国の画家である。サンフランシスコで働き、アメリカ西部の風景画を描いた。スコットランド、アバディーン・シャーのオールドメルドラムで生まれた。父親はキースが生まれる、数ヶ月前に死んでいて祖父母に育てられた。1850年に、母親と姉たちとアメリカ合衆国に移住し、ニューヨークに住んだ。数年学校で学んだ後、 1856年に木版画家の見習いとなり雑誌ハマイナスパーズマガジンの挿絵画家として雇われた。1858年にスコットランドとイングランドを旅ししばらくロンドンデイリーニュースの仕事をした。サンフランシスコで仕事の申し出があったので1859年5月にサンフランシスコに渡ったが実現せず代わりにサンフランシスコで 版版画出版の仕事を始めた1862年には、版画家のハリソン・イーストマン。1864年には、版画家のバン・ブレックと共同経営した。1863年から、初めて水彩画を女性画家のエリザベス・エマーソンから学んだ。1864年にエリザベスと結婚した。1866年に展覧会に水彩画を出展し、 批評家に称賛された。この時点で、寄せみてやしえらねーばだ山脈の風景を題材にしていた。1868年頃には、油彩画も描くようになった。1868年に、鉄道会社から北東太平洋岸の風景画の注文を受けて、版画の仕事を止めて、油絵、水彩画の仕事に専念するようになった。 1869年から1871年の間、当時多くのアメリカ人画家が留学していた、デュッセルドルフに移りアルベルト・フラムの画塾で学んだ。フラムの師であるアンドレアス・アヒエンバッハの技巧を、熱心にアメリカの友人への手紙で称賛したとされる。パリでも過ごし、巨匠の作品を学び、バルビゾン派の画家たちの作品も学んだ。アメリカに戻った後は、 デュッセルドルフで知り合ったドイツ人画家ビルヘルム・ハーンと共同でボストンにスタジオを開いて1872年まで活動した。その後、再びカリフォルニアに移った。カリフォルニアでは同じスコットランド生まれで同じ年齢のナチュラリスト、ジョン・ミューアと親友となった。1890年代にはアメリカの風景画の重要な人物、ジョージ・イネスと知り合い影響を受けた。 1906年のサンフランシスコ地震によって引き起こされた火災でキースのスタジオは破壊され多くの作品が失われたショックもあって健康を害した。1907年にミューアとヨセミテを旅するようになったが1911年に没した。ありがとうございます。